今日はエントリオアルナーミカフェ青山店に来ています。それでは行ってみましょう。カフェを食べます。お待たせいたしました。こちらが赤いフルーツミルクチョコレートランブルスコスパイスのパフェでございます。一番下がランブルスコワインという少し甘めの赤ワインを使いましたゼリー、その上が生姜のパンナコッタでございます。あとクローブ八角の黒胡椒などを使いましたゼリー、ミルクチョコレートのシャンティ、あと、クランブル、こちらはシナモンを使用しております。ジェラートが2種類ですね、ミルクバニラのジェラートと、こちらがミックスベリーのジェラートでございます。カカオヌガーのチュイールとチョコレートのチュイールとなっております。いただきます。ベリーの味がすごい美味しいです。甘酸っぱくてすごい食べやすいパフェになってます。いろんなのが入ってるのでずっと楽しめそうです。ラズベリーやクランベリー、ブラックベリーが入ってるんですけど、クリスマスっぽくてすごい可愛らしいです。ベリーが甘すぎなくてすごい食べやすいです。こちらカカオとアーモンドのチュイールなんですけど、ちょっと食べてみたいと思います。すごいサクサクで食感も楽しめます。香りがすごいいいです。ではベリーで甘酸っぱい印象だったんですけど、下に行けば行くほどスパイスが効いていて、また味の変化を楽しめます。シナモンがとても効いてますね。一番下の方まで楽しめてアルマーニさんの本気を感じます。